観光情報番組読みたんラジオ、スタート。2013年10月17日、木曜日、時刻は午前9時になりました。観光情報番組読谷ラジオ、本日のナビゲーターは私、前川あやみでお届けしてまいります。 FM 読谷をお聞きの皆さん、おはようございます。さあ、木曜日の朝でございます。どんな朝を迎えておりますでしょうか。今日はね、朝のイモーニングの方でもね、ありました。10月17日そばの日でございますね。そばといえばもうやっぱり沖縄県民にとっては、あの小麦粉でね、あの打たれた沖縄そば麺、白いね沖縄そば麺を思い浮かべるわけなんですけれども、本土の方はやっぱりそばというとこうね、そば粉で作られたあの日本そばなんでしょうね。はい、もうすぐパッと出てくるのがね、麺自体がまた違うっていうのも文化のね大きな違いですよね。さあね、今日ね地元の方も今日は沖縄そば食べるよって方も多いんじゃないでしょうか。そして観光にいらしている方、今レンタカーでこのラジオを聞いているあなたね、今日沖縄そばの日ね、そばの日ということで、ぜひ沖縄そば食べていただきたいわけなんですけれども、沖縄そばといってもね、いろんな種類がありますよね。三枚肉だったり、まあ、手びちそばだったり、ソーキそばだったりね、まあ、乗っている具が違ったり、もしくはね、いろいろと麺に練り込まれているものがバジルだったりだとか、あのもずくだったりだとか、もう今はもう本当にバリエーションも豊富なんですけれども、でもね、あの沖縄そば の, あの独特のカツオ風味とかね、そういった部分もやっぱ沖縄に来たからには、そして今日ねそばの日っていうことも含めて、ぜひね、この後ランチにでも、もしくは今日の夜にでもね、沖縄そば食べていただきたいと思います。さあ、観光情報番組読谷ラジオ、この番組では観光で沖縄にいらした方、そして地元沖縄県民の皆さんに、読谷村の歴史や文化、自然、そして地域の声など、その他たくさんの読谷村の良さをお伝えしていく番組となっております。ガイドブックに載っている情報はもちろんなんですけれども、ガイドブックに載っていないディープでコアな情報も一緒にお届けしてまいりますので、この番組からの情報をもとにですね、この番組をきっかけに皆様がここ沖縄県読谷村の方に足を運んでいただければ幸いです。しかもこの観光情報番組読谷ラジオ、なんと、365日朝9時から生放送でお届けしてまいります。曜日ごとに楽しいコーナーも設けております。
そしてお招きするゲストさんも色とりどりでございます。さあこんな読谷村ね、2014年1月1日にはなんと日本一の人口日本一の村になる予定でございます。その人口日本一まであと76日となりました。さあそれだけ人が集まってくる村読谷村の魅力をお届けしてまいります。今日の観光情報番組読谷ラジオ、ナビゲーターは私前川あやみでお届けしてまいります。10時までの約1時間お付き合いよろしくお願いいたします。観光情報番組読谷ラジオ、本日のドライビングナンバー後ろに聞こえておりますのはアリアエイジアでジプシーガールでございます。さあ風を感じますね。もう最近は秋めいてきているここ沖縄なんですけれどもね、今日も風が、ちょっと若干強めですけれども吹いております。爽やかな風を肌に感じながら読谷村のサトウキビ畑、そして海岸沿いドライブしてみてはいかがでしょうか。ドライビングミュージックをお届けいたします。アリアエイジアでジプシーガール。情報番組読谷ラジオ、本日のドライビングミュージックをお届けいたしましたのはアリアエイジアでジプシーガールでした。情報番組読谷ラジオ、時刻は午前9時8分になっております。さあ観光でいらしている方ね、修学旅行生なんかもどんどんここサテライトスタジオの横を通って体験王国紫村に入っていく様子が見受けられますけれども、いいですね。もうどんどん涼しくなってきて観光もしやすいんではないでしょうか。さあね、観光にいらしている方から
すれば大事な、ねお天気情報皆様にお届けいたします。本日10月17日そばの日、お天気です。曇りのち晴れとなっております。北東の風やや強く、のち東の風やや強く曇り、時々晴れ、波が3メートルでうねりを伴うでしょう。降水確率はこの後12時までが 30%、 お昼12時から夕方6時にかけて 20%、 そして夕方6時から、深夜にかけても同じく 20% となっております。日中の最高気温は27度でございます。さあもう一気に30度をね切って秋めいてきましたね。ちょっと台風26号を境に、ね、風がここ沖縄県に強く吹くようになって、それから一気にね空も高くなって秋空が広がり、そして肌に心地いい風も、ね、吹くようになってきました。とうとうここ沖縄も秋になってきましたね。さあお天気情報、いつものように残波岬、あ、読谷村にですね宇佐という場所があるわけなんですけれども、はい、そこに、まあ、もう観光名所で有名な残波岬の灯台がございます。その手前にですね残波岬憩いの広場ティーダサンさんというレストランがございます。そちらの方からいつもですねお天気情報、海の情報、そしてレストラン情報をお届けしていただいております。では早速今日も呼んでみましょう。おはようございます。はい、おはようございます。はい、おはようございます。本日はですねワイルド比嘉さんこと比嘉店長より情報をお届けしていただきます。では比嘉店長よろしくお願いします。はい、かしこまりました。残波岬憩いの広場比嘉さんさんの前から私、空を見上げております。空青いですね、海も青いです。白波がちょっと立っているので波は高いのかと思います。風がですね爽やかなんですよ。あの涼しくて、やっぱり秋が来てる、秋の気配なのかな、これがと思っております。ティーダさんさんレストランからですけども、昨日は定休日いただきました。そばの日ウィークということで、ショーもずく麺で、やってたんですが、大変好評につきちょっと麺が完売してしまいまして、今ティーダ軟骨ソーキそばで対応させていただいておりますが、塩もずくそばを期待されてた方には大変申し訳ございませんが、軟骨ソーキそばも美味しいので、皆さんお越しくださいませ。お待ちしております。よろしくお願いいたします。以上です。はい、比嘉店長ありがとうございます。なんと塩もずくそばはもう完売なんですね、麺がなくなって。申し訳ございませんいやでも私の周りで塩もずくそば食べてきたよっていう方からは本当に美味しかったっていうね、お声と、また他ではなかなか食べきれないっていう風に声、感想も聞いていたので、いや、はい、ありがとうございます。大人気ですね。でもね今ご紹介いただきましたティーダ軟骨ソーキそばも今私写真見てますけれども、すごく美味しそうなのでね、ぜひ、残波岬灯台に訪れた方は、ね、近くにもすぐお食事どころティーダサンさんレストランございますので、そこに足を運んでいただいて、ね、沖縄料理なんかも楽しんでいただきたいと思います。なんせ今日はそばの日なのでね、はい、ではこの後11時半からのオープンでよろしいですか。はい、はい、皆さんです、はい、この後11時半からティーダサンさんレストランオープンでございます。今日はお天気情報、レストラン情報、ワイルド比嘉さんこと比嘉店長よりお届けしていただきました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。観光情報番組読谷ラジオ、時刻は午前9時14分に間もなくなろうとしております。私が今生放送をお届けしているのがですね FM 読谷の本スタジオを飛び出しまして、読谷村高志保という場所にございます体験王国紫村、
そこの駐車場の向かいにですね、 FM 読谷サテライトスタジオがございます。そこの方からですね、皆様にラジオ、観光情報番組読谷ラジオをお届けしております。さあもうどんどんね、大型バス、そしてレンタカーでお越しになられている皆様が着々と到着してですね、修学旅行生から、まあ、一般のお客様からね、体験王国紫村園内の方に入っていかれます。さあでサテライトスタジオガラス張りなのでね、手なんかも振っていかれるのでとても嬉しいです。はい、さあ観光情報番組読谷ラジオ、この番組は読谷村商工観光課、ホテル日光アリビラ他各社の提供でお送りしてまいります。本日もね、ホテル日光アリビラさんの情報満載で爽やかに読谷ラジオをお届けしてまいります。チャンネルはそのままでよろしくお願いいたします。なんですけども、読谷村観光情報番組読谷ラジオ、読谷なんでも調査団。お待たせいたしました。観光情報番組読谷ラジオ CM 明けまして、時刻は9時18分に今なりました。さあ皆様、この番組どちらで聞かれていますでしょうか。番組への感想ご意見、そして読谷村に関する情報や感想などもねお待ちしております。ぜひね、地域の方もちろん、読谷村のここ紹介したい、ここを伝えたいっていうのをね、メッセージに書いて送っていただいて、そしてまた観光でね、沖縄に、そして読谷村にいらしている方は、よければね、どこどこに行くよだとか、どこどこ行ってきたよとかね、感想も添えてメッセージいただいてね、お話共有できれば嬉しいです。さあメールアドレスこちらです。すべて小文字です。 fm786@fmyomitan.co.jp fm 数字の786@fmyomitan.co.jp となっております。さあぜひね、そちらの方まで
メッセージお願いいたします。さあ、この音楽が聞こえてきましたら、読谷なんでも調査団のコーナーでございます。さあ、どこにでもある、でもそこにしかない、読谷ラジオから始まる発見と触れ合い、あなたの知らなかった、へえそうなんだの枠を、広げる読谷なんでも調査団でございます。さあ、読谷なんでも調査団ね、読谷村にはですね、大鳥マップという、マップが、ね、地図があるわけなんですけれども、今この番組ですね、ネットでも配信しておりますので、今私がカメラに向けているのが読谷村の大鳥マップでございます。こちらですね、はい、声で綴る読谷43景ということで、読谷の人、そしてうちなんちにね、聞いた読谷村のこんなところが好きというね、お声が集められたマップでございます。表が地図で、裏にそういったね、一般の方からのここが好きっていうね、お声が載っている、すごくディープでコアな情報がね、手に入れることができるマップとなっております。さあ、このマップはですね、読谷村の観光協会、もしくはね、 FM 読谷の方にも少し置いておりますので、ぜひ近く、ね、通られる方、読谷村にお越しになられる方は、まずはこの読谷村の大鳥マップを手に入れていただきたいと思います。さあ、その中からですね、こちらある、方からのお声紹介しましょうね。まあ、こちら M さんですね、はい、添乗員の M さんからのお声でですね、ホテル日光アリビラの花々かベルデのランチはリゾート感がいっぱい、目の前に海が広がり優雅なひとときです、バイキングなので長居してしまいますというね、添乗員 M さんからのお声がこの大鳥マップに載せられているわけなんですけれども、そのね、ホテル日光アリビラさんの方の目の前に広がっている海、そちら皆様に本日ご紹介したいと思います。では早速皆様に音源をお届けいたしましょう。私が今いる場所なんですけども、読谷村のリゾートホテル、ホテル日光アリビラさん、ホテル日光アリビラさんの、まあ、チャペルがございますけども、そのチャペルの、向かいには広がる海が一望できる場所がございます。非常にこの景色なんですけどもね、広がる海、どこまでも続く、この海が広がっておりますけども、その、見る人を癒してくれるこの海、そしてこの何て言うんですか、心地いいですね、まあ波の風、そしてこの今日は非常に穏やかなこの波の音、これが BGM になっておりまして、いいですね。まあ、仕事を忘れてこのまま海を眺めてたいなというふうに思っておりますけどもね。で、遠くの方には、渡嘉敷島、阿国島でしょうか、見えます。そしてこの、海の真ん中にはですね、まあ、長年、ね、あったであろう大きな岩がございまして、その岩、その波に、打たれて、まあ、削られて、今の形に残ってる大きな岩がありまして、本当にこの海の雰囲気にぴったりだなと。この大きな岩も非常にこの風景の、一つとなってマッチしてるなというふうに思いますけどもね。またこの砂浜もね、真っ白で、誰かが歩いたんでしょう、足跡が残っておりますけども、ね、あ、ヤドカニが歩いてますね。ヤドカニにちょっと挨拶してみましょうね。ヤドカニさん、こんにちは。あ、ね、聞いてないというね、そりゃそうでしょうね。まあでもこういうヤドカニさんたちもね、ワッターが住んでる場所、私たちが住んでる、この場所素敵でしょと、まあ、言ってるいう風に私は聞こえますけどもね。で、まあ平日なんですけどもね、今日、家族でこの海岸に来てる、まあ方もいらっしゃいますし、ね、ちょっとこの
なんていうんですか、そのまま砂浜に腰掛けてカップルが今海を見てますね。どうだろう、まだお付き合いをしてね、浅いのかな、ね、ひっついてないですね。もっとひっつけばいいのにって思ってね、私見てるんですけどもね。もうちょっとね、手なんかもまだまだ握るのが恥ずかしい時期なのかなね、頑張っていただきたいなというふうに思います。でこの有平さんの、まあ、チャペルの向かいにあるこの海岸でございますけども、非常に見晴らしもよくですね、こちらやはり西海岸が見えるということで、夕方になるとまた夕日もね、綺麗に沈んでいくのが見える場所でございますよ。お、ヨットも浮かんでますけども、このヨットね、ちょっと上等ですね。このヨットデーダカーだな、アンジェリーナ・ジョリーとかがね乗ってそうな、まあアンジェリーナ・ジョリーがどんなヨット乗ってるかわからないんですけどもね、もしかしたらニューヨークから、ここまで来たんじゃないかなと思うぐらいね、綺麗なヨットが浮かんでますけどもね、そういう、まあ、ヨット、まあ、浮かぶ海、非常に雰囲気もいいですので、ぜひ、足をお運びいただきたいなというふうに思います。マサヤが選ぶ読谷の絶景、5つ星中4つ星をあげたいと思います。おめでとう、アンジェリーナ・ジョリー。さあ本日の読谷なんでも調査団はですね、読谷村の方にホテル日光有平というね、リゾートホテルがございますけれども、そちらの有平さんのチャペルの裏の方のビーチのご紹介お届けいたしました。さあこのね、先ほどもご紹介しました読谷村大鳥居マップ、もう読谷の人はとにかく読谷が好きっていうことで、まあ、しかも村外のうちなんちの方も気になるここ読谷村なんですけれども、そんな人々にね、読谷のどんなところが好きというふうに聞きながら作った地図となっております。ぜひ読谷村の方にお越しになられた際には、観光協会の方かですね、FM 読谷の方にですね、この読谷大鳥マップ置いておりますので、ぜひ手に入れていただいて、これをもとに、読谷村のコアな部分ね、ぜひ足を運んでいただきたいと思います。さあ観光情報番組読谷ラジオ、9時からスタートしております。時刻は9時27分になっております。さあ、予告なしであったんですけれども、リスナープレゼントがございますこの番組。はい、リスナープレゼント、本日はですね、沖縄ハム総合食品株式会社さんからのご提供でございます。商品が紅麹ひじきともずく入りでございます。さあ紅麹ひじきともずく入りって言ってもピンとこないと思うんですけれども、こちらですね、沖縄の郷土料理豆腐用に使われている鮮やかな紅色をした食品原料紅麹を使用した製品となっております。お酒のおつまみだったりご飯のお供に最適な商品となっておりますよ。コンビニなんかでもね、売ってるようなタコワサとかね、そういった感覚に近いですかね。はい、ぜひこちらゲットしていただいて、感想など教えていただければと思います。メールでですね、リスナープレゼント希望ということで番組へのメッセージと添えて、そして連絡先とお名前と記入していただいて、ぜひメッセージをお寄せいただければと思います。 FM 数字の786 @ FM 読谷 .co.jp までぜひ、メッセージ、そしてリスナープレゼント希望ということで、ね、メッセージをお寄せいただければと思います。これはもらったもん勝ちですよ。はい、さあこの後 CM 挟みまして、ホテル日光有平さんのコーナーでございます。チャンネルはそのままで。
光情報番組読谷ラジオ。さあ、観光情報番組読谷ラジオ9時からスタートしております。時刻は CM 明けまして9時31分になっております。続きましてはこちらのコーナー、ホテル日光アリビラインフォメーション。さあ、毎週木曜日、観光情報番組読谷ラジオではこのお時間、ホテル日光アリビラインフォメーションのお時間でございます。太陽と自然の楽園ホテル日光アリビラ、笑顔がこぼれる特別な時間、自然を感じ自然を遊ぶアリビラの楽しみ方をご紹介いたします。本日はホテル日光アリビラさんの方からですね、男性お二方が見えられておりますよ。じゃあもう15分短い時間なので早速お声いただきましょうか。じゃあ吉山さんの方からお願いします。マリンレジャー課のエデュテインメントルームを担当しています吉山と申します。よろしくお願いします。はい、吉山さん、今日はよろしくお願いいたします。お願いします。初めてでいらっしゃいますね。少し緊張してます。ね、緊張してます。いえ、もうリラックスされてください。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、そしてもうお一方お願いします。はい、ホテル日光アリビラマーケティング課の長和と申します。はい、長和さんもこの番組ではおなじみになってきたんじゃないでしょうかね、長尾さん。はい。今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい。さあ、毎週ね、ホテル日光アリビラさんの情報を皆様にいろんな、面からお届けしているわけなんですけれども、今日は吉山さんがいらしていて、一体どういった情報を聞けるんでしょうか。早速聞いてみましょうか。今日はどういった内容をご紹介いただけますか。はい、エルテイメントで担当しているメニューを紹介したいと思います。はい、まずですね、エルテイメントという意味なんですが、エデュケーションとエンターテイメントをくっつけた造語になります。まず、そうですね、はい、エデュテイメントツアー、エデュテイメントアクティビティが、ね、ホテル日光アリビラさんあるわけなんですけれども、はい、こちらはもう、読谷村ツアーだけじゃなくて、本当にいろんな、アクティビティツアーを全部含めた内容となっているんですかね。そうですね、はい、メニューがいろいろありまして、例えばリーフトレイルや、はい、読谷村の森を歩く亜熱帯ライトトレッキング、あと館内の植物を観察する植物ウォーキングや読谷村ツアーなどがあります。あ、これは予約とかっていうのも必要なんですか。そうですね、そうですね、予約制になってまして、はい、リゾートコンシェルジュという場所で受付となります。はい、外来の方もご利用いただけますので、よろしければお問い合わせください。なるほど。今もこれは時期ごとにいろんな、ツアーが、アクティビティツアーが楽しめるホテル日光アリビラさんというふうに伺っているんですけれども、はい、特にもうこの10月から秋めいてきて、夏のマリンレジャーはもうそろそろ落ち着いてきて、今度はこういった植物だとかを楽しめるトレッキングツアーが、ね、はい、亜熱帯トレッキングツアーが楽しめるということなんですけれども、はい、こうやって実際、利用される方とかってどういった方々が多くなりますか。そうですね、やはりリピーターの方が多くて、もう読谷村のいろんな観光スポットを、はい、もう行き尽くしたという方が、こういったメニューをご利用される方が多いですね。あ、なるほど。そうですね、こういったツアーってなると、まだガイドさんなんかも一緒に回れるんですか。そうですね、
こちらですね、タクシーで移動して行くんですけれども、はいはい、あ、これホテルから、そうですね、はいはい、読谷村ツアー、お客様のご要望にお応えして、はい、いろいろなスポットを行く形になります、はい、でライトトレッキングはですね、読谷村の方ではご存知の場所かもしれないんですが、はい、ザキミ城市の方に木道がありますので、そちらを使ってトレッキングをやっていきます。なるほど、なるほど。これはちなみに所要時間はどのぐらいで楽しめる内容になっています。そうですね、ライトトレッキングを2時間のコースになりまして、はい、まず約1時間歩いていただいて、はい、最後に赤土染めの体験もしていただきます。赤土染め、そうですね、これはどういった内容なんですか。そうですね、はい、布にですね、はい、手拭いに赤土で、はい、染めていくメニューになりますね。布、あ、もう白い布を、もともと、そうですね、割られて、それを、そうですね、模様をつけて、はいはいはい、赤土に染めていきますね。はあ、あ、もうただこう自然とかを見て、まあ、植物だったり生き物だったりそういったものも観察しつつ、またこうやってこう自分たちで手作りの何かを体験できるっていう面も含まれているんです。そうですね、はい、それも含んでいます。こういうのお土産なんかにもなるし、いいですよね。そうですね、思い出にもなりますので、はいはいはい。また他にはエデュテイメントツアーどういったものございますか。そうですね、今人気があるのが読谷村ツアーになりまして、はい、読谷村のいろんな場所を回っていくメニューになりますね。ちょっと待ってください、私がですねカメラを動かしてなかったので、ちょっと紹介いただいている間にちょっと調整しましょう、はい、引き続き紹介をいただいてもいいですか。 すいません、はい、読谷村ツアー自体がですね、まあ、観光地で有名なザキミ城とかですね、八千雲の里、まあ、残波岬だとかそういったところをメインに回っていくんですけれども、まあ、先ほどリピーターさんが多いということで、まあ、通常の読谷村ツアーじゃ楽しくないよということでですね、その流れの中で、まあ、まあ、かなりコアなエリアに紹介したりだとかですね、お客様の要望に応じてそのツアー内容というのを決めることも、まあ、裏メニュー的にある感じですね。あ、そうなんですね。これはちなみに人数はどのぐらいで参加というか、観光されるんですか。そうですね、2名からの開催になりまして、はい、最大8名様まで。あ、ちょうどいいぐらいですね、人数が。そうですね、やっぱりこう、まあ、どうしても多くなりすぎるとコアな部分に行っても質問とかもしにくかったりだとか、ちょっとね、移動だったり時間がきつきつになるイメージとかもやっぱこういったツアーってあるんですけれども、本当に最初 の人数が2人からということで、もうこれはあとはもうガイドさんとちょっと相談しつつっていう、はい、もうガイドはもう、はい、この吉山が、ね、本当本人が全てやってます、はいはいはい、そうですね、僕のおすすめスポットとかも入ってます。あ、いいですね。でもやっぱりこう自分たちだけではほら観光にいらしてる方ってどうしてもコアな読谷村だとか本当に地元の方でも知らないような部分っていうのはなかなか情報をゲットするのって、ね、難しいですけれども、こういうふうにガイドさんもついて一緒に説明を受けながら楽しめるってなると、まあ利用される方もすごくこう気楽に参加できますし、いいですよね。そうですね、意外とこのザキミ城、はい、まあ、先ほどの亜熱帯ライトトレッキング、はいはい、ザキミ城の裏にこの木道があるんですけど、はい、こんなの意外と知らなかったりするんですよね。そうですよね、自分もこのツアーが始まる前まで全然知らなくて、はいはいはい、行ってみたら、あ、こんな大自然があるんだっていうかね、う、確かにそうですよね。本当に読谷村、まあ、観光名所はたくさんあるんですけれども、こう隠れた部分の、観光名所っていうのもね、本当にそれ以上にたくさんある、ね、読谷村となっているので、やっぱこうリピーターさんが多いっていうのはこれだけ読谷村に来慣れている方もたくさんいるっていうことにもなりますからね。こちらちなみに地元の方も参加はできるんですか。そうですね、ご参加いただけますね。あ、でも大体は参加される方っていうのは滞在されてる方とかが
が多いですかね、観光でいらしてる方とか。そうですね、パンフレットを見て、はいはい、外からいらっしゃる方もいらっしゃいます。ちなみにこのパンフレットっていうのはどちらの方で手に入れることができるんですか？そうですね、カネでいただくこともできますし、はい、ホームページにも同じようなメニューが載ってますので、はい、そちらからお問い合わせいただくことも可能でございます。ああ、なるほどなるほど。こちらちなみに、実際に参加されている方からのお声ってどういったものをいただいてますか？そうですね、こういった場所を知らなかったとか、はい、中部にいてヤンバルのような感じを味わうこともできますので、はい、移動の時間が短縮できてよかったとか、はい、そうですね、確かにやっぱ移動の時間とかっていうのは観光にいらしてる方からすると、まあ時間も、ね、なるべく効率よくいろんなところをぎっしり回りたいですもんね。そうですね、ホテルにこうアリビラさんにいてヤンバルの森が楽しめる感覚っていうのは本当にいいですね。そうです。なるほど。こちらは、期間だとかっていうのもございますか？そうですね、期間がありまして、はい、ダイトトレッキングの方は10月から6月までになります。はい、10月から6月まで。じゃ あ10月から6月まで。はい、なるほど、あまり長く楽しめるんですね。でもまた季節ごとに出会う植物だったり生き物だったりっていうのもやっぱ変わってきますか？そうですね、季節で満開の花だったり、はい、今は木の実が結構いろいろ見れますので、はいはい、楽しめると思います。あ、これ参加するときっていうのはこう服装とかは皆様どういった感じになるんですかね？そうですね、基本的に長袖長ズボンで参加していただいて、はい、もう歩きやすい格好でご参加いただければと思います。あ、なるほど。やっぱいいですね、自分もちょっと参加してみたいなって思うぐらいなんですけれども、これなんていうんですかね、このエデュテイメントツアーっていうのはやっぱこうエデュケーション、この 教育学べるっていう部分とこのツアーが楽しめるということで、普通のツアー以上にやっぱコアに楽しめたりする部分があるんですか？そうですね、やはりお客様と会話をしながらやっていきますので、はいはいはい、お客様の期待質問だったり、そういったのも受けながらいろいろ体験していきますので、はい、結構楽しめると思います。これだけ沖縄の、ね、はい、大自然があって、まあ、自然と文化、この2つをですね、はい、まあ、知ってもらう学んでもらうっていうかですね、本当学びながら楽しく、はい、なんか植物、自分も一回入った時に、はい、なんかこうヤシじゃなくて葉っぱの、はい、なんかこの向きを見て、これ向きはなんちゃらこうちゃらとか、なんかすごく細かい説明とかですね、はい、もう本当目から鱗的なものを結構いろいろ聞けますので、意外と知らないんだなっていうかですね。そうですね、すごい楽しいですね。あ、いいです、本当にコアな部分ですね、コア中のコアって感じですね。ビーチとかでもね、はいはい、もう今シーズンは終わっちゃってるんですけど、リーフトレイルとかでね、はい、海潮が引いた後、はい、この異能とか水たまりができるところに、はいはい、普通見れないものとかを一つずつ紹介してくれたりだとか、結構この、はい、学べるっていうのはすごく楽しいなっていうか、新鮮さがあるっていう、はいはい、やっぱこういったこう解説をいただきながらのこう観光、まあ、こういったツアーっていうのはただ見て写真撮る以上により鮮明に記憶にも残りますからね、またこうより知りたいっていう意欲もかき立てられるので、すごいまた次にもつながりますよね。あ、時間があっという間だ、あともう30秒少しとなってしまったんですけれども、本日はですねホテル日光アリビラさんの方からですね、マリンレジャー課より吉山さん、そして、長尾さん来ていただきまして、本日はエデュテイメントプログラムということで、読谷村のディープでコアな、内容が楽しめる、アクティビティツアー内容お届けしていただきました。吉山さん、もうあっという間でしたね。はい、そうですね。はい、また今後もよろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。
観光情報番組読みたんラジオ。さあ観光情報番組読みたんラジオ、ジングルを間違えてしまった。さあ CM 明けまして、時刻は午前9時47分になっております。さあ毎週木曜日はですね、9時30分から45分のコーナーでですね、ホテル日光アリビラさんをお迎えいたしまして、ね、いろいろとホテル日光アリビラさんに関する情報、ホテル日光アリビラさんで楽しめる情報をお届けしていただいております。今日はですね、マリンレジャー課の吉山さんと、ね、もうこの番組ではおなじみの長和さん、スタジオに入っていただきまして、今日はアクティビティエデュテイメントツアーメニュー、はい、ご紹介いただきました。本当に読谷村をよりディープでコアに楽しめるということでですね、まあ、亜熱帯ライトトレッキングだったり、読谷村ツアーだったりですね、また今からまた秋ですのでね、本当に、まあ、マリンレジャーはまた落ち着いて、今度は自然をより楽しめる、ツアーが満載だということでございます。他にもですね、三線教室だったり、手作りマイ三線だったりですね、はい、本当に、またビーチブレスレット、ビーチコーミング、ジェルアート、そして琉球万華鏡作りだったりですね、あとシーサーの絵付けなんかもございますね。シーサーの色塗りだったり、顔を描いていったり、はい、こちらですね、また各、メニューによって料金内容だとかですね、所要時間も異なってきますので、ぜひお問い合わせいただきたいと思います。さあ、アリビラさんのですね、お問い合わせ先を私が、そうですね、後ほど皆様にご紹介いたしますね。さあ、ホテル日光アリビラさん、読谷村の、もう海の近くに立っているですね、リゾートホテルとなっております。すごく爽やかな、ね、空間楽しめますので、ぜひ近くに寄られた方はね、滞在予定は今回はもう決まってるっていう方でも、少しホテルの方に足を運んでいただきまして、どういった感じのホテルなのかなっていうのもね、中を覗いてみるのもいいんじゃないでしょうか。しました。 毎日ですね、この音楽が聞こえてきましたら、地域の声を皆様にお届けするお時間となっております。さあ本日はですね、どうしようか、何を流そうかなと思ったんですけれども、ちょっと可愛いお声に癒されようかなと思います。こちら皆様にお届けいたします。本日は、ザンパ岬のザンパビーチのところでですね、ルンルン気分で歩いてる可愛い女の子二人を見つけました。捕まえてみましたよ。じゃあ自己紹介お願いします。言えるかな。中峰彩香です。中峰彩香ちゃん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いしますはい、そして、はい、中峰有沙です。有沙ちゃん、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。はい、二人は何年生なのかな。じゃあお姉ちゃんから聞いてみようか。1年生です。はい、どこの小学校。古源南小学校です。古源南小学校、楽しいですか。はい初めての夏休みだね。うんどんな、いっぱい遊びに行ってる。うん、行ってます。行ってるね、うん、じゃあ、妹の方にもお話聞こうか。どこの学校ですか。読谷中央。
読谷中央保育園、幼稚園か、うん、読谷中央幼稚園ね、どんなですか、学校楽しい？うん、楽しい。楽しい。いつも何してるの、うん、お友達と遊んでる？うん。何して遊ぶの？おままごととかする？うん、する。そうなんだ。おままごとすごい好き？好き。おうちごっこが好き。おうちごっこが好き、うん、あ、そうなんだ。ちなみに、本日皆様にお届けしている地域の声ですね、長峰彩香ちゃん有沙ちゃんの姉妹でございます。もうね、二人で手をつないで歌を大きく歌いながらですね、はい、あの楽しそうに海沿いを歩いているところを、ね、見つけたのでお声かけしたんですけれども、後ろからですね、お父さんがね、温かい眼差しで見守っておりました。すごくほのぼのしたお父さん、そして娘のお二人でしたね。すごく素敵でした。また会えるといいな。ということで、本日の地域の声は長峰彩香ちゃん&有沙ちゃんのお声をお届けいたしました。という